パリ五輪の競泳男子日本代表、瀬戸大也が27日放送の踊る、さんま御殿、日本テレビ系に出演、選手村から会場へのバス移動で、災難、に遭っていたことを明かした。動画、パリ五輪でアスリート乗せたバスが故障、普通なら困るけど、ボードで移動したスケボー選手たちの映像、海村の時期から選手村入りしていた瀬戸。 五輪が開幕する前の出来事として、聞いていたのは選手村からプールまでバスで30分だったが、2時間かかったと説明した。道が混んでいたわけではなく、バスがぐるぐるし始めたのだという。ボランティアさんが多分行き先を聞いていなくて、細い道行っちゃう、曲がれないの無限ループと混乱が生じていたようだ。車中の状況も過酷だったそうで一番きつかったのが、 エアコンなしなんですよ。プラス、テロ対策か何かで、窓を開けるなどテープを貼られてしまって。席数がめっちゃ少なくて、皆床に座っているので、皆腰が痛そうにして。さすがに、ちょっときつかったと説明。しかし、大会が始まる頃には運転手さんたちが皆慣れてくれた、のだという。4年に一度の大舞台だが、どの大会でもトラブルはつきもの。瀬戸は、 イライラしたりする選手やコーチ陣もいるけれどいかにイライラせずにそこの勝負なので心を広くいくしかないと精神力の強さも重要であることを強調していた。